前節4試合ぶりに敗戦を喫した21位釜玉アレサヌキと12位モンテディオ山形の一戦。大粒の雨の中でのゲームは開始早々に動きます。瀬口の軽率なパスをカットした秋葉、豪快に蹴り込んで4分山形が先制。インターセプト数がリーグトップの秋葉、不用意なプレーを見逃さず今シーズン初ゴールを決めます。リードした山形はさらに19分、石川達也のコーナーキックを、最後はディエゴが頭で合わせ追加点。ディエゴの今シーズン7得点目で山形があっさりリードを2点に広げます。一方チャンスを作れないサヌキは43分、岡村が遠目から思い切って狙いますがゴールならず。後半に入りまずは2点をリードする山形、52分、松岡のクロスをトーマが落としてディエゴ、決定的でしたが決められません。するとサヌキは63分、前節復帰ゴールの木島、左足のシュートは惜しくも枠を外れますが、なおも69分、この位置から再び木島、しかしこれも枠の外。一方山形は試合終了間際、フリーキックを宮坂が直接決めてダメ押し。結局無失点でサヌキに快勝した山形、これで3試合負けなしです。